ということで初詣行ってきました。行ってきました。おみくじ何引いたんですか？これですか？これですか？何みくじですか？これは恋みくじです。で仲良くね、二人して恋みくじです。まあ、切実じゃん。まあね、特に切実。確かに。いくよ、はい、せーの、はい、待って、俺知らないよ。ゴールインってね、さっき言ったよね、私さ。6種類ぐらいあるんですけど、そのちょうどね、この白がゴールインがあるかもっていうやつなんですけど、いや、いないのにねっていう話をしてたら引いた。ちなみに中吉。中吉、せーの、ねえ、一緒、中吉。全部一緒なんじゃん。おみくじは一緒だわ。星座、牡牛座が良い。あ、残念、牡牛座だった。よかった。危ねえ、危ねえ。マジそういう反応待ったじゃないの。待ち合わせ、少し遠出をして自然の中でデートを。うわ、いいな、自然デート。待ち合わせは街中の静かに対話のできる喫茶店が喫茶店大好きだからいいじゃん。素敵な縁談、素敵な相手が現れてもまだ早い、2、3年は待ちなさいだって。なのに、これ、じゃあこれの意味はない。あるの、これは。果たしてゴールインするかもなんでしょ。まあ、そう。いる、もしかして。いないです。いないです。もしかしているとかかと思った。なんだ、あれ、どこ行った。学問、学習の計画表、何を言った。どこ行ったんだっけ。あれ、何してんの。ハートどこ行った。大事にしすぎた。ご縁がないっていうことですよ。本当だね。ちょっと待って、何をやってんの。あ、これじゃない。ちょっと待って、絶対降りる。ねえ、どこやった。それ、あんじゃん。あんじゃん。面白い女でしょ。したいこと山ほどあるけど、な、別にいっか。なんで。え、ないよ、私自分からも言わない、言わないけど、これ、いないよ、こんな喋ること。いやいや、ないよ。めっちゃ話してじゃん、さっきも。え、した。だいぶ話したじゃん。使える、使える。本当に内容的にしょうもないことしか喋ってないけど、あんまないからさ、喋ることが多分もう、仕事は、今後の仕事は、いや、もう多分表舞台に立つことはないので、普通に働いてる。25歳26歳の女性としても普通に。ということは、じゃあ、ドマンズファンも終わりってこと、なんで。あれだってビジネスドラゴンズファンだったんでしょ。だから言ったじゃん、ビジネスであれだけいろいろさせてもらったらすごいよって。真の愛ゆえの、あの仕事たちじゃん。ビジネスじゃなかったの。ないでしょ、ちゃんと好きだよ。なんか他球団の選手の名前を挙げてるから、それはビジネスドラゴンズファンなのかな。それは球団関係なくなのよ、あれは。あの件は、ジンベエザメ。そう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 、ジンベエザメの件は別に球団関係ないのよ。うん、そう。いや、別に芸能を辞めたとてドラゴンズファンを辞めるとは言ってない。で、言ってない。キャンプは見に来る。行くよ。名護の方から最初にスタートでしょ。あ、でもその、あのお友達が誘ってくれて、その友達が名護の方行こうよって言ったんで、いいよ、暇だから。名護で1週間ぐらい見て、めっちゃ見るやん。1日めっちゃ見るじゃん。あれでしょ、1日だけでしょ、チャタンは。いや、行くよ、チャタンも行くし、読谷も行くし、友達もドラゴンズ好きだから一緒に行こうよって話はしてる。本当に野球好きなんだね。ね、ね、ね、すごいね。今日もさ、なんか家族家いてさ、なんか今日はどこ行くのって言われたから、今日はしんちゃんと一緒に YouTube 撮ってくるよって言ったら、父親がめっちゃ、みたいな、生おがちゃんに会えるのって言ったけど、だから、いつでも会えるよ。いつでも会えるよとか言うな。いや、いつでも会えるよ。
つで参るよじゃないよ。じゃあ今度挨拶行きますわ。え、ちょ、来て来て、その顔来て来て、遠いもん。それね、これまで3時間ぐらいかかるでしょ。遠あ、離島じゃなかったっけ。遠よ、通ったわ。だとしたらそっから名古屋まで、ご苦労様でした。本当だよね。ね、本当に。そう、一回会ってあげて。一回、ね、すごい間がした、めっちゃ。挨拶させていただきますよ。違う、私言いたかったことあるんよ。じゃあ私がさ、卒業公演の時に、うん、お話してくれたでしょと思って、あ、はい、本当にありがとうございましたっていう。やると思って。やる、そうか、やる、やり手でした。サプライズ好きだから。ね、本当にめちゃめちゃ可愛かったし、全部持って帰りたかった。あのフラワースタンド全部持って帰ってない。あの持って帰れるだけのお花は持って帰って、あの、うん、名前とバルーンも持って帰った。全部持って帰ってんじゃん。ほぼほぼね。じゃあなんかスタンドは返してくださいって言ったら。なんで？え、もう今度、まあ、あれはなんか、あ、借り物、借り物なのかな。お花まだ咲いてる？あ、お花は母親が、あれしてくれた、乾燥剤みたいなの入れて、なんかブリザードフラワーみたいな、はいはいはい、可愛いやつにしてくれた。私が花だらけじゃん。じゃあいい、やばい、本当にくしゃみだらけ。そうなんだよね、花粉弱いからさ。弱いでしょ。弱いよ。いやでも大丈夫、すごい可愛く、あの花束にして。そう、めっちゃ可愛くて。アメリカ発注でしょ。アメリカ発注だったらいいじゃん。アメリカからだよ。その時にアメリカにいた時だったらしいんですよ。でそこでアメリカから遠隔で遠隔で送ってくれたみたいで、本当にめちゃめちゃ嬉しかったなっていう。で、深々。全然朝朝朝朝です。深々。全然。本当にありがとうと思って。とんでもないです。びっくりだよ。これで来年、うん、日ハムとかのユニフォーム着たら俺怒っちゃう。大丈夫。花代返してもらう、ね。じゃあ来年も。うん、ドラゴンズのユニフォームを着て応援してくれるんですか。うん、もちろん。でもちょ、ユニフォーム迷ってんの。なんか私が、ちょ、これあんまりなんですけど、私がユニフォームを買う人なんかいなくなるんよ。あ、じゃあもういいよ、俺のユニフォームでいい。なんで、なんで。そんな本当にいなくなるか、いなくなるのよ。いなくなるか、うん、いなくならないか、うん、あ、そういうことね。試してみたら。悲しい。なるほど。今年試してみよう。本当にユニフォーム買った人がいなくなるのかっていう。そうだね。そう。分かった。どっちがいい？ホームか。どっちが好き？どっちのデザインが好き？俺ビジターだな。じゃあビジターのやつ買おう。でもこれで私が買ってきて、あの、彼に何かあっても知らないですからね。知らないですからね。彼の意思でそうなるってことなんで、私関係ないですからね。やろう。試してやってみよう。分かった。じゃあ、来本当にいなくなるのか。うん、でもいなくなってほしくないよ。え？私的には絶対いなくなってほしくないわけ。結果が出せばいなくならないなわけじゃん。でもいい方向のいなくなっちゃうもあるじゃん。そんなことはないよ。悲しみのいなくなるもあるけど。いや、なんかドラゴンズにこういうタイプの人がいるのってすごくなんかいいと思うんだよね。そう？え、うん。柳井さんもいるしさ。大事に。え、そこでかくない？この二人。いや、まあ、でも柳井さんがいるからこうやって自分がね、うん、自由にやれてるっていうのもあるし、うん、お互いがお互い自分の仕事をできてるから、意外とそれが、うんうん、分け合えてる感じがしてるから。あ、いいね。じゃあずっといよ、二人とも。だからずっといよ。とりあえずじゃあ柳さんと、うん、俺のユニフォームを買って、うん、とりあえずそういう、うん、役を払う。そうだね。まずその疑惑を払わないとダメだね。そうだね。私一番最初に自分のお小遣いで初めて買ったのが中田健一さんだったの。ソフトバンク行って。そう、違う、そうなの。あの、買った翌年に行ったの。えみたいな。初めて私がお小遣いで買ったユニフォームみたいになって。で、次は次だ。あ、健信さんとかも一回ね、はい、まあ、戻ってきて結局なんだけど戻し、
あの、ぐんちゃんもそうでしょ。あ、そうね。アイドルもそうなの。うん、好きになった推しメンが、なんか、脱退とか、多いんだよね。ダメだと思って。そういう、あるんだね。そう、本当に良くないよね。魔力的なものが。嫌だな。本当に。いや、でも関係ないってことを、じゃあ私は今シーズンで、そうそうそう、あの、証明するんで。証明しますよ。ファブルズの応援よろしくお願いします。しますよ、もちろん。いいですよ、あの白と水色のユニフォーム着てても黄色文字の、金色文字のさ、まあ、1個あるんだけどね。いや、違う、あるんだけどね。何30 40ある、違う。ユニフォーム間違えたってバンテリンドーム着ない、来ないでね。聞かないでしょ、うん、嫌な目で見られる、変な目で見られる。交流戦でもないのに、ね、あ、だ、あっちだもんね。そうだ、私はね。まだ行ったことないっけ。ないね。札幌とか北海道に行ったことない。え、プロ入ってまだ。そうなの。今年行けるといいね。そうだね、楽しいって言うけどね。一回行った、夏。出るんかい。出るんかい。一回行って、なんか会場する、うん、会場鍵開けぐらいで行ったの、うん、あの、その11時とかとか、ちょっと何時か忘れちゃったけど、その時間に合わせて行ってプレイボールまで、なんかそのいろいろ会場、球場回ってたんだけど、足らなかった時間。あ、そう。え、そう、ディズニーランドより足りなかった。時間、え、全然足らなくて、もっと次来る時はなんかもうちょっとなんか効率的に回ろうと思って。もうぼちぼち目的地着くから。終わりだよ、あと3時間ぐらい喋るけど。なんで。俺喉枯れるわ。お腹空いてるし、お腹も空いてるし。大丈夫そう。大丈夫ないでしょ。じゃ、思った、なんで私呼んだのと思って。今一番ホットでしょ。どこが。関東圏内。どこで。関東圏内じゃねえや。ここ名古屋市内。ここ、もっと狭めるだよ。中村区市内。ここやん、中村区内。ここだけやん。ありがたいですね。なんか自分のこと喋ることなくなったんで。ちょっと喋りすぎちゃった。自分の YouTube の動画上げてください。それはあの本当に真面目に考えます。真面目にちょっとそれは対処したいなと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、俺お願いします。今日ゲストゲスト えどっちのチャンネルこれ。ゲストですよね。ゲストです。ですよね、はい。じゃあ締めてください、最後。まあこんな感じでね、いつもふざけてる二人ですけど、はい、二人とも根は真面目なのでそうだね。場所、友達のチャンネルも見てください。これですけど、これですけど、ゲストが運転ってなかなかないよ。そう、じゃあ思った、じゃあまた、閉まんないんだけどさ。閉めるわよ。どんどん閉めるわよ。どんどん話広げるんだけどさ。中空いてんだよ、こっちは。私さ、あの、免許取ったじゃんね、うん、だからなんか、あの、運転の極意教えてもらおうと思ったのに忘れてた。いや、忘れてた。俺は中空いたから早く。はい、じゃあちょっと、あの、スタミナ HP がゼロなので。そうそう、ゼロなの。ちょっと回復させに行きたいなと思います。一緒に応援していきましょうね。お願いします、ね、絶対なんか言われる、この女やばいって。やばくはないでしょ、こんな感じやんだ。この女やばいだろって。全然大丈夫でしょ。大丈夫、いつも通り。なんて言ったっていつも通りでしょ。通常運転、うん、通常運転して。え、これ閉まってるんだよね。閉まってるよ。終わりだよ、終わり。動画終わり。